はい、ということで、ついに完成しました。どうでしょうか。ちょっとこんなね、発泡スチロールのブロックの上に乗っけてて申し訳ないんですけれど、こんな感じでございます。まあ、ボディはね、まあ、ミラーをつけるだけという感じで非常に楽だったのでいいんですが、組み立てのところもちょっとね、今日はそちらの方をね、しっかり説明をね、していこうかなと思います。皆さんが作るにあたって、まあ、ここを気をつけた方がいいよっていうようなところをしっかりお伝えできたらなと思います。ということでですね、まず、まあ、ボディはいいわ、大したなんだろう、説明書通りに作っていくのでいいと思うんですが、まあ、説明書通りね、もちろんしっかり作り込めば大丈夫なんですけれど、いや、それでもそうもいかないところっていうのが、なんだろう、気を抜くとアウトですよっていうところですね。そちらを私の方でちょっと皆さんにね、伝えることができたらなということで、少しこんな感じでアップにしてお見せしましょうか。もっと近くがいいかな。こんな感じでいいかな。ですね。まず、お伝えしていきましょう。これね、なんでナベさん、この格好のままなのと思われると思うんですが、こちらですね、なんともう、カウルが入りません。これは、自分が悪い。組み立て方が悪い。ちゃんと、なんだろう、BMAX さんの方のそういうね、説明書通りにしっかりと作り込めば大丈夫でした。あ、そういうことね。あ、そういうことね。それは多分自分が悪いわっていうようなところがいろいろね、見つかりまして。ただ、やっぱりその説明書通りに作ろうと思うと、なかなかやっぱりこうね、後々どういうふうに注意して作っていけば綺麗になるのかといったところがね、出てくると思いますので、そこをね、皆さんにね、今回お伝えできたらなと思います。で、例えばですね、一番気になった点といいますか、そちらは、まず、ここのね、ラジエーター、インタークーラーのこの部分ですね、こちらが、こうね、私の方見てもらうとわかると思うんですが、ここが、ちょっとね、こっち空きがあるのがわかりますかね、ここ。隙間がね、できちゃっている部分があるんですけれど、こちらですね。これがしっかり、こう、収まるように作らないといけないんですよ。前回っていうかちょっと前の動画でですね、ここを結局外してたじゃないですか。あれね、やっぱりそのつける時にはちゃんとこいつが合うように、ぴったりと合うように、こうバラバラな状態、このユニットで組んでしまうとまずいかなと思います。うん、まずいというか後でちょっと困っちゃうかなっていうところがあるので、ここに乗せて原稿でこううまく合うようにつけていた方がいいんじゃないかなと思います。あとですね、こういったね、パイピング関係なんですけど、これね、もうすでにここのこのパイピングのこの部分ですね、この部分が干渉しちゃうんですよ、この線がカウルに。だからこれもできるだけこううまくこうね、ギリギリのところで曲げてこう折り込んでこう配線をしていく方がいいかなと思います。この細い線っていうのは中に針金が入っている状態になっておりますので、形を作るのは非常にやりやすいんですよ。だけどこうここについた状態でこう曲げようとか思うと、まあやりづらいじゃないですか。まあベンダーみたいなのとかペンチみたいなものをね、2本持ちにしてこうクッと掴んで、そっちを保持しながら曲げるというような形をしていかないと辛くなってしまうんで、せっかく針金が入っている分、形状の保持っていうのがしやすいので、一回ここにね、当ててみて、あ、こんな感じで引き回したいなっていう感じで形を作ってから入れていくというふうにした方がいいですね。あとですね、まずここのターボのダクトの部分ですね。こちらはね、まあ正直カウルとの位置は全然大丈夫だったんですけれど、ここのターボのこの部分ですね、こちらのパーツ、これはね、エンジンとかもうモノコックとかすべて作ってから、最後にこいつとの相性を見ながらやった方がいいですね。で、下の方にその取り付けるための足みたいなのがありますので、エンジンとかこの辺をすべて組んでから、マニホールドの方とかですね、この辺とかを組んと一緒に組んでからこう乗っけてしまうと、ちょっと形というか位置が合わない時とか出てきてしまうので、後でつけるようにした方がいいかなと思います。うん、そんなところですかね。で、今回説明書と若干違う点っていうのを私が勝手にやったところなんですが、配線をこう束ねる
ものがあるじゃないですか、帯みたいなやつが。その配線を、それはね、ミラーフィッシュでやりました。まあ見てもらうと分かると思うんですが、こちらでございますね。この今ちょっとピントが合ってなくて申し訳ないですけど、ここの部分ですね。こうなんかメタリックな、あ、これ見ると分かると思うんですよ。ここね、ここ。これね、あれでやりました。そのミラーフィニッシュで。本当はディテールアップパーツの中にエッチングパーツとしてあるんですが、あまりにも小さくてできませんでした。なので、もし、自分がちゃんと、ね、俺はちゃんとディテールアップパーツでやるぜ、みたいな感じの方がいらしたら、先ほど言った、この金属の棒がね、こう入っておりますので、このパイピングの針、パイプの部分の中に、形を作ってうまく持ってった上で一回外して、ディテールアップパーツ、エッチングパーツを取り付けて、それからここに戻すという形にしてあげればそれが可能だと思われます。あとなんでですね、このブレーキのユニットのところもこうね、パイピングがこう出てるんですよね。こういうふうに出てるので、これもこういうふうに、これはね、長谷川のまたあれですね、つや消しフィニッシュですね、いつも私が使っているあれを使って縛ってあるように見えるようにしてあります。まあ、そうすると割とね、こう形的に悪くない感じにはなるんですよね。いい感じでございますというところでございます。で、カメラ越しにこう見るとちょっとわからないところではあると思うんですけど、私の今この肉眼で見た上での、判断、こここうすればよかったな、ああすればよかったな、ここはやっといて正解だったなっていうの、自分の中での葛藤がやっぱりありまして、このね、リベットボツボツボツと、これデカールの方が良かったんじゃねえのかとか、色塗った方が良かったんじゃねえのかって思うんですけど、これね、やっぱりディテールアップパーツでこうね、バチバチバチってつけた方が雰囲気が出ていいですね。結構大変なんですよ、数が多いんで。だけどやっぱりこれはやっといて良かった。ちょっとね、最初悩んだところ、ここはね。で、あとですね、これはね、ちょっとやらなくても良かったかなって思うのが、ここのね、フロントウィングのこのフィンの部分ですね。この最後に抜ける、今ここです。この横棒。この、ここさ、削って切って、やってたじゃないですか。どうやって曲げようみたいな感じで。これはね、プラスチックのキットのままの方が良かったかなって思います。まあ、なので、もちろんこっちのリアウィングのここの部分もそうですね。ここもディテールアップパーツ、エッチングパーツで作ったんですけど、なんか、やめとけばよかったかなって、金属とかプラスチックのそのままの方がよかったかなっていうふうに思っております。で、まだあります。ここのね、ここは金属パーツじゃないですか。このエルフって書いてるところですね。これはもちろん金属パーツの方ですね。ここのキャメルって書いてる、ここの部分もですね。これは絶対金属パーツの方が間違いない。この薄さっていうのがやっぱりね、この精密度を上げてくれますね。情報量として非常に必要かなと。あとね、もう一つ、これはね、当たり前の話なのかもしれないですけど、ここのね、エンジンのこの部分ですね。ここね、合わせ目消しがあるんですよ、ここ。これね、やっとけばよかったなっていうぐらいちょっと目立ちます。見えるでしょ、ほら、ね。ね、ちょっとこれはね、やっといた方がよかったかなって思う。まあ、でもそんなところですかね。で、このさ、やっぱりモノコックの部分とかのこのカーボン調の部分っていうのは、ツヤ消しっていうかセミグロスクリアで塗ったんですけど、それ正解でしたね。なんかこう、引き締まった感じに見えて、このやっぱり内部的なものをこう、なんだろう、シュッと締まった感じがして非常にいいです。そんなとこか。なんかね、非常に良かった。これさ、さっき言ったやっぱりこういうところとか仮組みとかって難しいじゃないですか。実際につけてみて、で、金属パーツ、まあね、ディテールアップパーツつけてとかいろいろ考えていくと、なかなかこうね、うまく合うように作るっていうのは非常に難しいとは思うんですけど、まあなんとかなったんじゃないかな、本当はっていうふうに思いますね。でもね、このキットね、まあ作ってみて思ったんですけど、正直ね、めちゃめちゃ楽しかった、これ。やっぱさ、この見てもらうとわかると思うんですけど、このエンジンの辺とか、ものすごいメカメカしいじゃないですか。
これはね楽しいよ、めちゃめちゃ楽しかった。あのジアドカズのメンバーにも言ってたんだけど、もうめちゃくちゃ楽しいこれって。すごい大変なんですよ。大変だけどその頑張った成果がこう形として出てくる感じですね。見栄えでこう出てくるんで、ああ頑張ってよかったわって。パイピングとか、まあ正直ね大変なんですよ、めんどくさいし。だけどやっぱそれに見合ったこのなんだろう成果がこうね見栄えとして出て、こうなんだろうね万人受けするような感じじゃないですか、このメカメカしさね。これがやっぱりこのなんだろう小さいキットっていう風にね従来の大きさになったりすると、あのまた違って見えるんですけど、この大きさでやっぱりこのボリューム、ディテールの情報量の多さっていうのは、この大きさだからこそこのね作りやすい作りにくいとかそうじゃなくて見応えがあるというかね、うん、これはねいいよ。別にその案件だからとかそういうわけじゃなくてマジで楽しかった、これ、うん、これは楽しかった、うん、面白いこれ。ただねやっぱりなんだろう、ね、輸入代理店としてねプラッツさんがやってて、BMAX さんがねこういうふうに作られたものではあるんですが、なのでそれがゆえにですね今多分店頭に並んでるものだけになってくると思うんですよ。でおそらくなんですけど今ねディテールアップパーツの方が非常に入手困難みたいなね話もちょっと聞いたんで、どうしよっかな、買おうかな、やめとこっかなとかいうふうに考えてると多分ねなくなっちゃう。まあ売れ行きがすごく良ければ再販っていうことも出てくるとは思うんですが、やっぱり海外絡んでるっていうふうになるといつ入ってくるかはねわからない、再販忘れた頃にやってくるぐらいの感じだと思うんですよ。なのでねぜひこれはね押さえておいた方がいいんじゃないかななんつって思います。まあということですね、まあね私の作り方的にですね、そのねカウルを入れるということが非常に難しい状態になってしまったので、これは皆さんにねここを気をつければいいですよっていうのをね、まあ、今回ちゃんと伝えれたんじゃないかなと思います。まあ、なのでやっぱり引っかかってきたのはここの部分ですね、ラジエーターインタークーラーのここの部分がこうね干渉しちゃってね入れ、多分ここのね浮いてるのがねさっきお見せしたところですねが原因じゃないかなと思います。うん、でもこれはいい、マジでいい、これねすげえこうね見てて飽きないもんね。あーかっけえなーこれっていうふうにすごい思うもんな。これはこうね部屋に展示しておきたい感じになりますね。いやいいよこれはマジでいい、めっちゃかっこいい。まあということでですね、今回ねプラスさんからね案件いただきまして紹介させていただいたんですけれど、またねプラッツさんの方でもいいものがありましたらぜひ私に作らせてください。頑張ります。なんとかでも、うん、不慣れな F1 をあまり作らないじゃないですかね、数的に。でしかも F1 のビッグスケールなんてね今回は初めてだったんですけれど、まあそんなね私でもね根気よくこうね地道にやってって、なんとかこんなねかっこよくできるキットっていうねキットのね性能の良さというか優秀さをね今回は感じさせてもらいました。またねぜひこれからもやっていきたいなと思いますので、またね皆さんもね見ていただけたらと思います。まあ最後になりますが写真をねいくつか撮ってですね皆さんにこんな感じね細かいところこんな感じですよっていうのねお見せできたらなと思うので、また最後まで見てもらえたらと思います。ということで今日はこの辺で、ダブルだ。